はい、皆さんこんにちは。なんか落ちてる。楽しそうですね。あ、落ちてる。モビルから落ちてますね。じゃ旦那モビルで遊んでますね。かなり楽しそうに見えるんですが、別にそんなに楽しくねえよって言ってるんですが、いや、嘘だろう。楽しそうに見えるが、走ってるときは、それは楽しいさ。うん。あ、楽しいわな。ねえ、めちゃん。ゆめちゃんはこのね、キャットの、千のキャットのね、あの音が大嫌いで、エンジンがかかると泣きます。ヤギとか犬とかの鳴き声には動じず、エンジン音が嫌いなようです。まあそもそもね、エンジンの車は乗ってないんで、あんまりエンジンがボコボコブハブハ言う車は好きじゃないのかな。うん。よくやってますね。あ、また行こうとしている。すごい天気良くていい日です。そんなこんなで、あのヤギがね生まれそうなんですよね。多分あれはヤギの生まれる兆候だと思うんだけど、何やってんだろう。何言ってんだろう。まあいいや、ちょっとねヤギが生まれそうなんでヤギ小屋に行ってみたいと思います。あのモービルたちも面白いんですけど、行くの大変だね。何やってんだろう。倒しても上がるって。遠目で見てみました。片手に抱っこしながら、だからちょい大変。すげえな音が。なんか調子よく動いてるようですね。いや、よかったよかった。あ、今近づいてきてる。あれ見て、やばいよ、あのうるさいの。あー、夢来たよ、あれやばい。もういい？まあいいや、ヤギが気になるんで。ヤギが空、あ、出てくる。すごい。わー、夢来たよ、あれ。寒いよじゃなくて。うるさいね、あれ。ブン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 言ってる。やばい、来た！キャー！危ねえよ、こら。危ないですよ。危ねえよ。アヒルが！キャットだよ。チャッピー、うるさいね。もうそれ生まれるようです。お、行くか。痛そうですね。ゆめ、ちょっとここにいて。
は大丈夫だよ。キャットはね、怖いけど、父ちゃん乗ってたやつは怖いけど、やだね。それは大丈夫。それは、うるちゃくないからね。うるちゃかったね、さっきの。ああ、痛そう。痛そうだね。お父さんのマシン怖いね。ね、チャッピーがもう気になってもうダメで、家の中の掃除もできない状態です。掃除をしようかと思ったけど、まあ一応あれなんだね、この建屋ビニール周りに貼ったからあったかくなってるようですね。けど上がねスカスカしてるんだよな、上が。うん、生まれるか。チャッピーすごい。うん。あ、生まれるじゃん、もう。これでハンドル握ってやらない。え、そうなの？もう生まれるばっかりだよ。もうそのキャット嫌いだって。キャット嫌いだって、めちゃくちゃ嫌いだって、泣いてるよ。えーって。ごめんね。許さねえ。絶対に許さねえ。こうちゃん久々なんだ。絶対に許さねえって。ゆめちゃんの嫌いなのに来て。見てるの。こうちゃん乗ってないよ。嘘だ。こうちゃん乗ってないよ。嫌がらせしてる。だってワイパーだったら泣かないのに、キャットだったら泣くもね。うん、あの音が嫌いなの。はい、これあげるから。はい、じゃあ。コンプラ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 って。うん。はい。いっぱい乗ってない。よく運転してる。あ、よく運転してる？あ、やばい、あいつ運転してるんだ。大丈夫かな？飛ばしてるよ。本当だ。まあここから見えるからいいよね。やっぱあれだわ。ん？走ったら乗ってたね。ここって塞いだんだよな。チャッピーダウンだ。あ、水温もだしてる。血が張ってるっちゃ張ってるかも。あ、やめてやめて、ごめんね。足がかのせいじゃないっぽい。まあいいや、第2部に続く。